ございます。おはよう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 ございます。なんで何の掛け合いやねん。なんか腹立つこととかある？腹立つことですか？俺さ、まあ、最近あれやねんけど、はい、あのもう野球の放送のシーズンとか終わったやんか、はいはいはい、最近のなんかチェンジの間のコマーシャルがめっちゃ長いような気して、あごっつい腹立つ時あんねん。特に、はいはいはい、カンテレドームよりかな、いっぺん俺パッて見てた時にチェンジになってコマーシャル入るやんか、はい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 、で長いなこのコマーシャルと思ってポッと始まったら、うん、もうツーアウトになっとんの。ああ確かに、ようありますね。ツーアウトやん、もうツーアウトやね。次のバッター、もう放送と入った瞬間すぐなんか内野ゴロが流れて、もうチェンジやん、はいはいはい、またコマーシャルやん、これ。最近あの間がこっち長いような気してるの。まあ、サッカーでも、うん、コマーシャル中にゴール決まってる時とかあったでしょ。サッカーはなんで全部ワン試合全部やってまうやん。ごめん、嘘サッカー全部試合やってまうやんか。いや多分そんなことありますっけ。俺サッカーでそれは見たことない。あれじゃんの草サッカーちゃんが、ね、どういうことなんで草サッカーテレビやってる。草サッカーやってた。放送が伸びて切れてゴールが決まったかな。それは違いやないか。それ CM 中じゃないっすよ。だいたいサッカーはもうあの前半の前半全部流してから後でまとめてボーンとコマーシャルやるよ。いや、これ多分ですけどサッカーの試合ってそんな途中で終わらんと思うんですよ。終わらんよね。なんやお前、長い自分もなんか入らなかったんでなんかつくっとやろそれ。兄さんこの話が一番ムカついたでしょう。全然。いや、なんか嘘ついて消すからわ。じゃあもう切ってもらっていいですか。俺もっと嘘ついた。まだや。あ、ここだけぼかしかけてもらって。モザイク入れてもらってね。腹立つことか。で、まあ、特に、また深夜の、要は再放送でやってるドラマとかあるやんか。はい、あの間のコマーシャルも何回だよ。確かに。ちょっとあれなんかな、だから、一つの大きいスポンサーが取られへんから、いっぱいスポンサーが入ってるから間にいっぱいせなあかんとか、そんな。あれね、54分枠なんですよ、元々のドラマ。54分、はい。でも、再放送って1時間枠取ってるから。取ってる。だから6分、だから CM 多いんですよ、そもそも。うん、だからその間やってまなあかんねやろな。今はね、なんか中途半端に要はあるやんか、昔やったら7時から7時とか、最近なんか50何分から始まるとか要はあるやんか。はい。あんなもんなんかちょっと何よ、今日分からんな。で、ドラマとか見とってもコマーシャル入ったら違うチャンネルやっても、あれはみんなもう計算したのかな。いや、もう同じコマーシャルに当たるっていうふうにやったんやろな。いや、腹立つ話で言うと、腹は立たないんですけど、どないやねん。どっちやねん。昨日びっくりしたんが、それびっくりしとんねやねんか。ある有名な中華屋さんにご飯食べに行ったんです。ほんで、餃子と唐揚げを頼んで、ビールを頼んで、餃子が全然出てこなかったんです。で、そこで働いてる方が外国の方が多くて、ああなるほど、ごめん餃子来てないよみたいなことを言うたら、すぐ餃子出てきて、ほんで、来てないよって言え、僕は頼んだじゃないですか、持ってきてほしい、ほんだら2人前頼んだと思って、2つ持ってきたんですよ。増えるか思ってね、それ箱詰めにして、お金かかります言われて、そこは日本語わかんねえや思って、まあそれだけなんですけど、それは確かに怒っとんな。結構腹は立ってんですね。うん、それじゃね、言うて1人前を返せへんかったん。あ、いや2人前とも思うたん。いや、それがまだ若い子やったから、まあ留学生でしょうね。だからそんなきつく言われへんし、で食べてるとこはちょっと西成区で、両サイドのおっちゃんもずっと文句言うてるんです。どういうことで、その文句の方がおもろいかもしれない、聞いとったら。あんな出へん店ないわみたいな。
パチンパチン小屋みたいに言うな。パチン小屋パチン小屋やな。ねえ、そんな。あんな店でずっと漫談みたいに喋っとるんですよ。それ聞いとるとおもろいよ。はい、はい、面白いですけど、集中できないんですよ、食べるのに。ああ、それはそれでおもろいや。はい、きつかったですわ。なんちゃこれ。それやったらそこの話聞いとって、おっさんのおもろい話やったら、イベントの5分やったら10分できたんちゃうん。今考えればね。え、今考えれば。今考えれば。今考えれば。なるほど。終わりです。西ではなんかないけど。腹立つことあるでしょ。腹立つことあるでしょ。あ、腹立つことね。うん、あ、でもあんま怒らへんか。あ、っていうかあんまりそんなところ、はい、そんなところに当たったことがないの、なんか腹立つようなことに。腹立つようなことですか。うん、まあでも正直。最初サッカーの CM のくだり腹立ちました。そこは腹立つな。俺も見たことない、もうサッカーの途中で CM 入ってるとこなんか。ごめんなさい、やっぱ確認していいの、それほんまなんですか。記憶的にはほんまやねん。だってヤフーニュースに出てて、一番ええところを見れんかったみたいな。あ、そうなん。ほんまにじゃあ会ったことない。絶対会ったはずやねん。それプロのサッカー、日本代表のサッカーって、そのプロのサッカーって何なんですか。いや、草サッカーかもしれない。草サッカーって放送しないですよ。ひょっとしたらほら、はい、はい、まあまあ高校生とか大学のサッカーやってるとするやん、はいはい、途中で怪我人が、はい、こっち怪我になって退場するまで時間かかったから、うん、放送までの枠に入れんかって、うん、その後の残る部分が放送されんかったとかあるかもしれない、うん、あ、まあ多分そういう感じやったと思うんですよ。うまいこと言うたら、俺に乗っかっただけやないですか。さすが兄さん、ありがとうございます。何を言うだけ使うねん。いや、ゴルフなんかでもよくそんなんあるからね。まともに、生でじゃあライブで放送やった時には、一番言うたらゴルフで優勝争いしてるのが最後の組で回るやん、うん、はいはいはい、はい、で、その最後の組で優勝かかってるようなとこでもう放送がなくなって、うん、あんなめっちゃ延長せへんから、うん、そこで終わってまうとかは要はね、うん、ゴルフはな、うん、でもサッカーは俺見たことないな。